怪獣？いいえ、緑に囲まれた石の彫刻です。そしてこのコーナーは街角の小さなオアシス、グリーンポケット。川崎の街に潤いを。グリーンポケットは交差点や街角に木を植えたり彫刻などを置いて、道行く人々の心を和らげるとともに、その街の目印にしようというものです。河原町団地のバス停そばでは、石の彫刻がドライバーたちの目を楽しませ、小杉の十字路では時計塔が時を知らせます。古市場のグリーンポケットで遊ぶ子どもたちやお年寄り、川崎市内に20カ所誕生した街角の小さなオアシス、グリーンポケットは、これからもその数を増やしていきます。